一周辺の境界の種類と位置関係を示した拡大地図フィリピン海プレート周辺の M5.5 以上の地震フィリピン海プレートは東は小笠原海溝やマリアナ海溝北から西にかけては南海トラフ、琉球海溝、ルソン海溝、フィリピン海溝などに囲まれた海洋プレートである太平洋の北西部を占めるフィリピン海が主な領域伊豆諸島、小笠原諸島 マリアナ諸島、ヤップ島、パラオと連なる島湖のほか、大東諸島、ルソン島の一部がこのプレート上にある。また、本州の中でも唯一伊豆半島だけがフィリピン海プレート上にある。フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込むことで、海溝型地震である、東海地震、東南海地震、南海地震が起きる。 1923年の関東大震災をもたらした対象関東地震もフィリピン海プレートが北アメリカプレートに沈み込む運動に伴う地震である。東海地震は静岡県の沖合、関東地震は神奈川県、千葉県の沖合が震源域となり得る巨大地震であり、防災上の重要性が高い。また、関東地方の地下には北、アメリカ、フィリピン海、 太平洋の三つのプレートが存在しており、このように二重にプレート間地震のリスクのある地域は世界的にも少ない。伊豆半島と本州との衝突は現在も続いている。タンザー産地はフィリピン海プレートの北アメリカプレートへの衝突不可に伴う隆起によって形成された地形。伊豆付近では近くの不要性が高く北西南東走行の横ずれ断層が発達しているほか、 この割れ目に沿って形成されたと考えられる火山群がある。箱根火山、富士山などは、この伊豆湖の衝突の影響を受けている。また、このプレートの変形の影響を受けて、伊豆東方沖から小田原付近に西相模湾断裂と呼ばれるプレートの断裂帯があるとする学説もあるが、異論もある。東京大学と防災科学技術研究所の研究グループは、2010年7月、 フィリピン海プレートが紀伊半島の西端から淡路島中部を通って鳥取市近辺へと至る地域の地下でプレートが避けている可能性が高いことを発表した断裂の結果近畿地方の下はプレートが深く沈み込み支えのない状態になっている約5200万年前にフィリピン海プレートと太平洋プレートの中速型境界である伊豆小笠原 マリアナ海溝が形成されたことによって誕生したプレート。現存する地表の大部分は誕生以後に形成されたマントルプルーム、セコ海盆運動による海洋性近くで、東湖の田は白秋に形成された花東海盆や大東海霊群がこの例外となっている。約5000万年前にマントルプルーム運動によって西フィリピン海盆が形成を開始し、プレートが拡大し始めた。 約4900万年前には、ボニーライトマグマの噴出を最初として、太平洋プレートの沈み込みに伴う火星活動が開始した。約4500万年前には、太平洋スラブが地下深部に到達し、東湖として九州、パラオ海嶺が形成、西フィリピン海盆が引き続き活動し拡大した。約3000万年前に新たに火山フロント付近で、 リフトが形成され始め、東湖が九州、パラオカイレ伊豆、小笠原、マリアナ東湖に分離、および四国、パレスベラ海盆の形成が開始した。このセコリフトの拡大は約1500万年前に停止した。約2000万年前に太平洋プレートと接していたプレート北端が古流九湖の海溝に沈み込み、ユーラシアプレートとの境界に変わった。また、同時期に、 マニラ海溝の沈み込みが開始した。約600万年前から伊豆、小笠原、マリアナ東湖では再びリフトの活動が再開し、マリアナトラフが形成され、西マリアナ海嶺と東マリアナ海嶺が分裂した。約500万年前に、パラワン東湖のマニラ海溝への衝突やモルカ海、衝突帯の形成、フィリピン海溝の沈み込みが開始した。また、 マニラ海溝では台湾地海が衝突し、急激な流気が開始した。プレート北端では1200万年前より、伊豆、小笠原、マリアナ東湖の北アメリカプレートへの衝突が開始しており、約500万年前に丹沢地海、約100万年前に伊豆地海が衝突している。約200万年前より沖縄トラフの拡大が開始した。これらの活動によって、フィリピン海プレートは、 誕生時の5200万年前と比較すると面積が拡大しつつ90度時計回りに回転しながら北に移動した。東円は伊豆、小笠原海溝やマリアナ海溝、ヤップ海溝などの沈み込み予備であり、北ほど相対速度が大きく南東方向から年間5から1センチメートルの速度で太平洋プレートが沈み込んでいる。この沈み込み運動により、 火山帯である伊豆小笠原、マリアナ湖が形成され、現在も火山活動が継続している。セコリフトとして、マリアナトラフやスミスリフトなどが形成されており、大陸近くは薄い。ヤップ海溝の南側では、発散型境界であるアユトラフが形成されている。このアユトラフは、西パプア州北岸のマノクワリトラフで、オーストラリアプレート下に沈み込み、 フィリピン海プレートの南縁を成している。北縁や西縁は南海トラフや琉球海溝、フィリピン変動帯であり、南ほど相対速度が大きく、南東方向から年間3から11センチメートルで沈み込み帯が形成されている。北縁付近から台湾付近にかけて相模トラフ、伊豆半島、南海トラフ、琉球海溝を介して、フィリピン海プレートが南東から 陸側プレート下に沈み込んでいる。相模トラフの東端は太平洋プレートと重なり、世界的にも数少ない TTT 型トリプルジャンクションとなっている。伊豆湖の北端はフォッサマグナに激しく衝突不可し、三坂山地や丹沢山地を形成した。現在は伊豆半島やセンス海嶺が変形前線となっている。南海トラフの東湖である西南日本湖では、 新潟神戸歪み集中帯や右横ずれ断層の中央構造線断層帯が発達する。琉球海溝では、セコ海盆運動として沖縄トラフが形成されている。琉球海溝の西端である台湾付近からフィリピンを介してモルッカ海付近までは、東湖の東西両側に沈み込み帯が南北に伸び、その中軸に横ずれ断層帯が形成する。 幅広い変動体となっている。メインの沈み込み帯は、ルソン島より北側では、マニラ海溝、南側では、フィリピン海溝、および、モルッカ海衝突帯となっている。この変動帯の北端である台湾では、台湾西部から、ユーラシアプレートが、西から衝突、沈み込み、台湾山脈を形成している。一方、台湾東部では、左横ずれ成分含む逆断層である花、 東立谷断層が発達する。台湾の南では、マニラ海溝を介して、ユーラシアプレートが西から沈み込み、ルソン島湖を形成している。このルソン島湖のバタネス付近では、マニラ海溝の斜め沈み込みに伴い、北東南西走行の岩港山脈群が発達している。マニラ島北東沖付近では、東ルソン海溝を介して、フィリピン海プレートが東から沈み込み、 マドレ山脈を形成している。ルソン島中部付近でメインの沈み込み帯が南シナ海側のマニラ海溝からフィリピン海側のフィリピン海溝に変異する。この変異でルソン島側は西へ、ビサヤ諸島は東へ相対的に移動する運動が生じるためルバン断層、レガスピ断層などの左横ずれ断層が形成されている。またフィリピン海溝が南南東に伸びるのに対し、 相対運動は北西南東方向で斜めに沈み込んでいる。そのため横ずれ成分を解消するためにフィリピン海溝の塔湖である東フィリピン湖では海溝に並行して左横ずれ断層であるフィリピン断層が発達しブロック運動をしている。その一方でマニラ海溝の南方延長上にもネグロス海溝、スール海溝、コタバト海溝など介してユーラシアプレートが 西から衝突、沈み込んでいる。フィリピンの南ではタラウド諸島からモルッカ海中軸にかけてモルッカ海衝突帯が南北に伸びている。このモルッカ衝突帯はモルッカ海プレートが西のユーラシアプレートと東のフィリピン海プレートの両側に沈み込み海溝同士が衝突して形成された。そのため地表にはすでにモルッカ海プレートは存在しておらず。 スラブとして地下に存在している。モルッカ海南部から東西走行の左横ずれ断層であるソロン断層が西パプア州へ伸び、マノクワリトラフに並行する形で合流する。インドネシア西部ではフィリピン海プレートユーラシアプレートオーストラリアプレートの3つのプレートが衝突し合っており、複数のマイクロプレートが形成されている。フィリピン海プレートのプレート境界付近には東京、 大阪、台北、マニラなどの大都市が存在しており、東京では、相模トラフ巨大地震、大阪では、南海トラフ巨大地震や上町断層、台北では、三脚断層、マニラでは、マニラ海溝の巨大地震や、マリキナバレー断層系による地震で、大きな震災員のリスクを抱える。マニラ海溝の巨大地震では、津波によって、香港山オ ダナーにも震災のリスクを抱える。また、東京では富士山、マニラではタール湖など噴火災害リスクも抱える。ありがとうございます。